お客さんがいないから負けたとかって言われるのは本当に嫌でしたし、まあ結果的には負けてしまいましたけど、まあ、まあ俊介と本当に、まあ、亮太さんいなくても自分たちがやってやろうという気持ちでずっとやってましたし、まあそうですね、やっぱり負けてしまったことに関しては本当に残念でした。そうですね。